どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるんですが、土葬と酒屋という形になります。土葬と酒屋という形になります。今で言うと金融業っていう風な形になります。つまり金融を取り仕切るという風な形になるのが、まあ土葬と酒屋という形になります。で、まあイメージとしやすいようにするならば、土葬と酒屋ですね。大口と小口と覚えておいてください。大口と小口。これまあ小学生、中学生とかが見ると大口小口って何やねんって逆にわからなくなるかもしれないですけど、まあ例えばわかりやすく言うんだとしたら、土葬っていうのは億単位で簡単に借りるときに使うのが土葬。わかるんです？ 1 億とか2億とかバーンと大きな金額借りるときは土葬。ところが、ああ、ちょっと10万足んないなとか20万足んないなっていうときどうするかって感じです。そういうふうな、要するにちっちゃいお金、ちっちゃいお金、10万20万ちっちゃいっていうと多分中学生、小学生からすると、わかんないかもしれないんですけど、いう場合に関しては、酒屋を使うという意味です。中学生、小学生を要するに考えるんだとしたら、まあ、100円借りるとかが言うのが酒屋さん。ですか？酒屋に100円貸してくださいとか、200円貸してください。というのが酒屋。一方、土葬っていうのは、例えば1万円とか、2000円とか、5000円貸してくださいっていうのが土葬っていう形になります。つまり、大口と小口のこの違いっていうのをしっかり見といてください。いいですか？で、金融業を営んでましたよってことです。もう一回言いますよ。金融業を営んでいたのは土葬と酒屋。そして土葬は大きなお金、1億とか2億とか大きなお金を扱うのが土葬。で、酒屋さんっていうのは10万とか20万とかいう小さいお金を扱うのが酒屋みたいな感じで覚えておいてください。まあこれ違いとほとんど出てこないんで、どうでもいいんですけど、はい、土葬酒屋が金融業ということですね。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。